数年前のクリスマスのことです。私は彼とパーティーの準備をしていました。彼氏は、わあ、クリスマスケーキすっごく大きい。サンタさんもかわいねえ。僕、いちごのケーキ大好き。早く食べたい食べたい。見て見て雪が降ってるよ。まこと、彼氏の名前ゆきさん綺麗だから好き。お星様綺麗だから、僕お願い事する。来年も、私、ちゃんと仲良くいれますように。楽しいな。見て見て僕ダンス踊れるんだよ。でんでんでんぐり返ってバイバイバイ。と、すごく無邪気にはしゃいでてました。それからパーティーが始まり、少し経ってから、将来の話をする流れになりました。私は、このまま彼氏の仕事がうまくいけば、結婚も考えていました。そこで、私は、彼氏に、今の仕事はどうなの？順調？と聞いてみると、彼氏から、うん。僕すっごく頑張ってるんだ。親方さんも、まこと、彼は、すっごく頑張って拾ってるな。この調子で頑張るんだぞ。って褒めてくれたよ。と、満面の笑顔で言いました。拾う、という意味は、私にはよく理解できなかったので、問いただしてみると、番線っていう針金みたいのとか、クランプ、手のを職人さんたちが、チョッキンしたりガチャガチャ外してくから、僕が、それをたくさん拾って、袋に入れるんだ。大変だけど頑張ってるんだよ。と得意顔で言いました。この時点でもよくわからないから、さらに聞き出し、それをまとめると。彼氏の仕事は、ただの日雇いバイト。仕事の内容は、建築現場でのただのゴミ拾い片付け当番。建築現場とかでは、鉄板とかで足場を組んで、それに乗って高所で作業するらしくて。番線という硬い針金みたいのと、クランプという金具を使って、その足場を組むらしい。そして、足場の役目が終わって解体するときに、その番線を切り落とし、クランプを、なんかガチャガチャやって外してく。彼氏の仕事は、その、切り落とした番線ゴミとクランプを片付ける仕事、ということらしい。彼氏の仕事が、そんな単純作業の日雇いバイトだなんて私は知りませんでした。一応給料なども聞いてみると、時給600円台の最低賃金のものでした。36歳にもなってこんなバイトやってたんだという気持ちになって冷めてしまい、その数日後に別れを切り出しました。はじめは彼氏は嫌だ嫌だと泣き叫んだけど完全に無視。そのうちに縁が切れ、自然消滅しました。後から知ったことですが、彼氏はなんか頭の病気かはんで、があったらしく、見た目は40代後半ぐらいのおっさんなのに、中身が子供とさして変わらなく、そのせいでまともな仕事に就けず、あのような日雇い人生となっていたらしいです。私も、そういう点が彼氏の長所というか、魅力というか、子供のように無邪気で明るい人だと映っていたので、気づかない自分にショックでした。